日本神奈川県川崎市、麻生区黒川、南黒川、春日の黒川は神奈川県川崎市麻生区にある地名である。住居表示水施区域。また本校では旧黒川村内の各地域についても記す。現在の行政区画では川崎市の北部最西端に位置し、周囲を東京都稲城市、多摩市、町田市に囲まれた県境の地域である。 北側、西側、南側を玉丘陵の山に囲まれ、その豊かな森を水源とする玉川、水系三沢川の水源地である。豊かな森と水に恵まれた当地域では、かつては農業や炭焼きが盛んであり、特に校舎は黒川丹と呼ばれ、良質のものを産したという。また、黒川上地区は、市内で一番標高が高く、玉丘陵内でも、 標高の高い地域で、多摩市との境界付近は、おおむね140メートルほどである。この付近では、推定2万4000年前の先時時代以降の遺跡が見つかっており、当地域には、古くから、人々の生活があったことを物語っている。近年、川崎市都市計画により黒川上地区及び、黒川あざ東地区の一部地域が市街化調整区域、 および農業振興地域に指定されたことから、市内各所で急速に進んだ都市化から免れ、川崎市内では珍しく今も八つ地形を利用した農業が引き継がれ、里山的環境が残っている。一方、黒川下地区では、鶴川街道に加えて、知って黒川道路、小田急多摩線、京王相模原線などの交通網が整備され、隣接する多摩市、稲城市で相次いだ。 多摩ニュータウン計画に交往するように、2004年度には新たな住宅地、春日野が町開きし、新駅が開業した。三沢川の源流域であり、多摩丘陵の豊かな森に育まれたその川の水が透明で、底が黒く見えたことによると言われている。ただし現在の三沢川源流域はすべてコンクリート三面張りの水路で、石実の面影はない。黒川地区の内市。 町田市境に近い北東部一帯が市街化調整区域及び農業振興地域に指定されたことからかつての宿地形を利用した農業が受け継がれ以前は多摩丘陵の各所で見られた里山の光景を今に伝えている稲城市平尾坂浜に隣接する地域黒川駅周辺の町名は南黒川に改められている 黒川東農村広場、遠くに多摩ニュータウン、若葉台地区に立ち始めたマンション群が見える。多摩ニュータウン、若葉台地域に隣接する地域。現在では、宅地開発が進み、2004年度に春日野の,の地名で住宅地が開かれた。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる、春日野に関するカテゴリー、ありがとうございます。